美沙ちゃん。お帰りなさいませ、ご主人。何あのフェロモン、肩の男は何者？無駄な色気がたらわれじゃない。あれくらいレベル高いのとしたら気持ちいいだろうな。お料理上手なんですね。葵も食べたいな。店で注文してくれたらね。葵ちゃん、こいつ人間じゃないから危ないよ。ひどいな、美沙ちゃん。でもそういうとこも気に入ってんだ。今日は相席いかがですか？結構です。なびかないにも程がある。いい加減にしなさい。